ムンソリは、韓国の女優。聖近館大学、教育学科卒業。1999年、イ・チャンドン監督の映画、ペパーミントキャンディーで、ソルギョングの相手役として、デビューを果たした。彼女の演技は、カンヌ国際映画祭で喝采を浴びることとなった。次に出演した、イ・チャンドン監督の映画、オアシスでは、同じく、ソルギョングの相手役となる。 脳性麻痺のヒロインを演じた。実際に彼女は医学的リハビリテーションを専攻し、そのリハビリセンターで働いた。彼女は監督の求めに応じて、その経験を演技に反映させ、映画のスクリーン上で素晴らしい演技を見せた。2002年の第59回ベネツィア国際映画祭で、新人俳優賞であるマルチェロ・マストロヤ2賞を獲得し、韓国国内でも 第23回清流映画賞新人賞を受賞した。ベネツィア国際映画祭での韓国女優の受賞は、1987年のカーンスヨミ以来であり史上二人目。2003年にはオアシスの演技でシアトル国際映画祭でゴールデンスペースニードルアワードを受賞した。2004年には浮気な家族の浮気妻の演技でオーガネ賞を獲得した。2007年に テレビ放送された太陽詩人記がテレビドラマ初出演作で主人公の恋人役で後に敵対する難しい役どころを演じた。ドラマ撮影中の2006年12月24日に映画監督のチャン・ジュナンと結婚している。ありがとうございます。